ンヌ映画祭で評判になった作品の簡単な紹介とレビューをいたします。今回は後半の4作品です。3つのうち4つは来年のアカデミー外国語映画賞のそれぞれの国の出品作品になっています。どれも素晴らしい映画でした。ハッピーアスラザロ、脚本監督はイタリアのアリス・ロフワ社です。脚本賞を取りました。今回ゴールデングローブの外国語映画賞の候補に万引き家族と一緒に上がっています。イタリアの僻地に住む村人は中世のように地主に搾取されているのですが、貧しいながら温かい共同生活を送っている。みなし子のラザロは知恵遅れなのか人がいいのか村人にいいように扱われながら同時に保護されて生きています。そういう人々の30年の変化を描いています。ネオリアリズムにファンタジーが混じって不思議な民話風に語られます。聖書にラザロが出てきますが、死人から生き返った人です。この映画のラザロが地主の息子に抱く憧れと忠誠心が哀れです。美しく切なくノスタルジックで社会批判が鋭く、こういう映画を初めて見ました。私の評価は A です。ドークマン、マテオ・ガロネ監督、主演のマルチェロ・フォンテは主演男優賞を取りました。人の良い気弱な男がイタリアの田舎町でケンネルを営んでいます。犬と別れた妻と住んでいる娘が生きがいです。それが昔の同級生のワルに巻き込まれ泥沼にはまっていきます。先ほどのラザロもそうですが、フェリーニの道の旅芸人のようにイタリアはこういう無垢の人がお好きなようです。イタリアの小さい町でも暴力と犯罪が日常生活に組み込まれているすごい現実を目の当たりにします。私の評価は A です。ガール、ある視点部門審査員賞を受賞しました。ベルギーのルーカス・ドント監督、トランスジェンダー16歳のバレリーナの話です。演じたヴィクター・ポルスターはある視点部門の主演男優賞を取りました。16歳というのはただでさえ自己模索の時期で、その上トランスジェンダートップの女性バレリーナを目指すという三重苦です。俳優自身がダンサーなので、彼にフォーカスした厳しいバレエのレッスンシーンが続きます。男性性器と足の指をガムテープで止め、血がにじみます。彼の葛藤が痛々しく美しく、とても愛おしく感じました。私の評価はA- です。コールドワー、監督賞を受賞しました。2015年イーダでアカデミー外国映画賞を受賞したパウエル・パウリコフスキー監督です。1950年代のポーランド、旧ソ連が芸術まで規制するようになり、音楽家はパリに亡命します。しかし故郷に残してきた愛人を忘れられない、ファム・ファタール、男を破滅させるタイプの女性です。危険な逢瀬を繰り返します。芸術のパリに同化すればするほど自分がなくなるという矛盾も生じます。さすがよくできた映画です。白黒でノスタルジックでムードもあります。私の評価は A- です。レート、作曲賞を受賞しました。パルムドールの最終候補にもなりました。1980年代ロシアで実際人気のあったバンドグループキノのリードボーカリストでギタリストの韓国系ビクター・ツォイを中心に当時のロシアのロックシーンを描きます。旧ソ連ではロックは前衛で反体制でした。ビクターの音楽的成長、友情、先輩の妻との三角関係、ポップで空想的なところもあり、音楽映画、青春映画の終作です。評価は A- です。秋はしんみり、ヨーロッパ映画なんかいいですよね。皆様も映画の秋をお楽しみください。さて、食欲の秋ということで、
白トリュフ入りピッツァです。美味しそうです。いただきます。